ガールフレンドエクスペリエンスは2016年から放送されているアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。2009年の映画ガールフレンドエクスペリエンスをテレビドラマ用にリブートした作品。映画を監督したスティーブン・ソダーバーグを制作葬式として迎え、ロッチ・ケリガン、エイミー・サイ・メッツが企画、制作した。キャストも一新し、主役には エルビス・プレスリーの孫であるライリー・キーオー・キヨー、その他、ポール・スパークス、アンナ・フリエル、ルイーザ・クラウゼ、カルメン・イ・ジョゴラが出演した。アメリカでは2016年4月10日からスターズで放送された。日本ではアマゾンプライムビデオから日本語字幕、吹き替え版が配信された。本作は第3シーズンの制作が決定している。男性と有料で交際するサービス。 ガールフレンドエクスペリエンスの周囲で起こる、様々な事件を追う。シーズンごとに、ストーリーは完結、キャストも一新され、それぞれが独立した作品となっている。ガールフレンドエクスペリエンスの主要キャスト。ジョーダン左からライリー・キーをメアリー・リン・ライス・カブ、アンナ・フリエル、ルイーザ・クラウゼ、ナルゲス・ラ・シディ、カルメ・ニ・ジョゴ、トゥンデ・ア・デビンペ、ハーモニー・コリン、モーガナ・デイビーズ、 シーズン1シーズン2、エリカアンナシーズン2、ブリアシーズン1シーズン2、エリカアンナ2014年6月、本作の制作が明らかになる。第1シーズンの撮影はカナダのトロントで行われた。2017年1月、シーズン2のキャスティングが発表された。2019年7月、スターズは本作をアーニャ・マルク・アルトが 脚本と監督を務める第3シーズンに更新した。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトのロッテ点とまとずに40件のレビューがあり、批評家支持率は85%、平均点は10点満点で8.55点となっている。また、メトクリティックには27件のレビューがあり、過重平均値は78、100となっている。 第2シーズンは、6点トマト図に18件のレビューがあり、批評価支持率は78%、平均点は10点満点で9.44点となっている。また、メトクリティックには6件のレビューがあり、過重平均値は72、100となっている。ありがとうございます。